今日は私ども皆さんと同じ九条の心で歌いたいと思います。なお今日は、堀君を森田悦郎の式でお送りしたいと思います。まず最初に、沖縄の歌をお届けしたいと思います。大変嬉しいことに先日の、沖縄選挙、小中武さん大勝利いたしました。本当に嬉しく思います。私たち合唱団も、東京の、集会で歌を歌って、この歌に参加しまして、今沖縄の歌も一緒に歌っております。では最初に、芭蕉布をお届けしたいと思います。皆さんよくご存知の芭蕉布です。女性合唱でお送りしたいと思います。聴いてください。ありがとうございました。2曲は
2曲目は、外国の歌からお隣朝鮮の歌を歌いたいと思います。鳳仙花です。日本に、植民地支配された朝鮮人の悲しみ、そして祖国を奪われたこの悲しみを、四季の移りに例え、花に例えて、祖国の独立と平和を願った歌です。お聴きください。それでは次は私たち合唱団の現状を歌います。もしかしたら皆さんも底力の担保と言います。
どうしたの？あれ、なんだったっけな。でも夢を求めて歩んできた人生は決して錆びつかない、かけがえのない宝。ありがとうございました。疲れていても頑張って球場を守るために、皆さんと一緒に、合唱団も頑張りたいと思います。70年前の戦争は何だったでしょうか。谷川俊太郎さん、竹光徹さんが作っていただきました、死んだ男の残したものをお聞きください。Oh.
ありがとうございました。それでは合唱団最後の曲になります。合唱団が作りました輝く未来へという曲をお届けしたいと思います。いろいろなことがありますが、ぜひ球場を守って日本の新しい進路を開いていきたいという決意を込めて、未来を輝けと歌います。聴いてください。それから、最後になりますが、チラシにも入れさせていただきました、来年の1月の25日に戦後70年の幕開けとなる演奏会を計画しております。ぜひ多くの皆さんのおいでをお待ちしております。よろしくお願いいたします。私たちは忘れないあの戦争、ありがとうございました。それでは皆さんと一緒にね、全員合唱でお別れしたいということですので、プログラムの後ろに、歌詞がありますが、これは皆さんよくご存知のライブの歌ですから、これは合唱団が、作詞をいろいろ書きまして新しく作った詞ですので、ぜひ、皆さんの球場の会でどんどん広めていただきたいと思います。最後を繰り返して、終わりたいと思いますので、どうぞご唱和くださいませ。Oh,
はい、ありがとうございました。どうも合唱団の皆さん、ありがとうございました。この後、展開の挨拶になりますが、アンケート用紙が入っておりますので、お帰りに書いていただくか、あと下の方に送り先がありますので、ファックスとか、メールとかで書いていただけると助かります。それでは展開の挨拶を執行委員会の板垣の方から。私から多くを語る必要はないと思います。浜さんのお話に感銘を受け、そして、合唱団この日のコーラスに魅了されました。そして最後は全員合唱、なんか心が現れて、心が一つになったような気がいたします。さて今日は先ほど来言われておりますように、衆議院選挙の投票日です。この選挙に向けて、総選挙に向けて、政権与党は声高に今度の選挙の争点は経済政策だ、アベノミクスだ、こういうふうに言っておりました。しかし同時に憲法改正、かっこつきですけれども